爽やかですよ。札幌一番だよ。シンプルにめちゃめちゃ美味しいんですけど。はい、始まりましたケマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、札幌一番塩ラーメンですよー。だもうラーメン食いたくなったんで、札幌一番アレンジ久々にやります。はい、調理スタート。まあ1個でね、全部煮て やってもいいんだけど、今日の感じだとこう、なんつうかな、上にこう炒めた感じを乗っけた方がいいようなイメージしてんですよ、僕ちゃんね。まあ一応お湯 500cc ね、これ札幌一郎の。でこの上にさ、乗っけるのをちょっと鶏とさ、ちょっとね、春菊余ってるからね、あ、まあネギなんかでいいか。じゃこんなんでちょっとやってみようか。じゃまずね、鶏肉、こんなにいらねえな、一人前なんでね、200g ぐらいでまあいいと思うんだけどさ。でこれでまあちょっとこうで、これでね、ちょっとドリッと切って、ちょっとまあでかいままいくか。でこうやってね、皮をさ、下にして皮目まず焼いていきます。まあそんでさ、鍋がねちょっとやるから、春菊のさ半分だけちょっと残ってるから。春菊ってさ、塩ラーメンにめっちゃ合うんですよ、皆さん知ってますか？ラーメン屋でもね、結構なんか塩ラーメンにね、春菊を使う店もね、あるんだよね。これちょっとまあ、洗ってさ。いやー、ほんとね、このね、札幌一番を何にしてもうまいから、こんな感じで、この春菊の、この、こうザクザクと切って、で、まあ、葉っぱの方とこれ分けとこうか。ね。まあネギもあったから、別にネギなくてもいいくらいだな、これは。ほんと春菊の良さを出すんだったらネギ入れなくてもまあいいけど、ね、これもじゃあちょっとザクザクとこんな感じで、ちょっとねネギの香りもアクセントで入れる。まあもしあれだったらこれネギなくてもいいかもな。でこれをね、こうじっくりとでこう、あ、これ皆さん、これね、紹介するよ。食事処さくらさんのね、作ったね、トンク、これね、自分のね、クリスマスプレゼントで去年買ったんだよね。使いやすいね、これ。これ、やっぱ桜さんよく考えたよね、このトンク。100均とかのトンクと全然違うよ、この。がっつりこう、ホールドできるしね。これいいね。やっぱ、なるだけね、皮をパリッと。ちょっとね、でかいままやったからね、少し蓋して蒸しますね。で、この、鶏のさ、香ばしいさ、感じとさ、この春菊のさ、爽やかさがさ、絶対この札幌一番に合うわけですよ。こっちはね、もう本当にね、さーっとね、塩コショウでいいと思うんだよね。で、これ、さくらさんのトンクの説明だけどさ、こうやって置いてさ、これ汚れないのよ。よく考えましたね、この、これ本当に使いやすいよ。これおすすめ、ほんと。で、それでね、これ取って、で、まあこれをね、泡当てないようにこう、入れておぎやすと。ね、で、ある程度鶏が焼けてから麺は入れないと、慌ててね、こっちが生焼けなのにさ、麺上がっちゃったらもうシャレになんないからね。でかいままやりすぎたからさ、すげえでっかいとこだけさ、ちょっと火の通りがちょっと今一歩だからね、こういう時はこっちとハサミでちょっとだけちょびっと。なんか僕、さくらさんが好きだからさ、さくらさんのさ、宣伝みたいになっちゃってるけど、ほんとこのトーク使いやすいよ。で、こういう状態でいい感じに焼けましたと。そしたら、ね、空いてるところにこの春菊入れて、よっ。で、ここで塩コショウ。ね、塩。で、コショウ。で、今年もね、コショウをするときは、ペッパーケーブってね、叫びながら、よいしょ。はい、こんな感じでね、塩コショウ。そうだね、この鶏肉から出た油でね、春菊ってね、いい感じ。で、ここまで来て、もうほぼこっちが上がりそうだなって思ったら、麺投入しやすい。で、あと3分ね。したら、またこれで柔らかい方に。で、なるだけさ、このパリパリを楽しみたいからさ、周りにこうした方がいいね。で、この柔らかい葉っぱの方も、軽く塩コショウ。ね。こっからさ、あんまりこう、ごちゃごちゃやると、せっかくこの鶏が、皮の部分のパリパリがしっとりになっちゃうから、こうなるだけこの水分こっから飛ばしつつ、うわぁ、いい感じじゃないっすか。ねえ、最後にこの皮目パリッと焼きたいな。さあ、そしたらちょっとね、盛り付けやすいようにちょっとこういうふうにこう、ちょっと分けておきますか。はい。そしたらね、ここまで来て、春菊のギリギリ火を通った感じ、シャキッとした感じが残ってる感じ、これで一旦火止めておきます。
そしたらね、ちょうどいい感じにこのね、麺ちょっと固めに揚げたよ。 500cc の水で茹でた麺で、これをね、ちょうどこれで溶かすとちょうどね、いいスープ、よいしょ。ならこれでこうやってこう鳴らしてあげて、よしと、ね、いい感じ。そしたら、はい、ここに鶏肉ちゃんね、パリッと焼いて、おいしそう、ね、よいしょ。はい、そしてここのね、鶏肉のうまみを吸った春菊ちゃんとネギね、はい、そしたら最後の最後に天下の宝刀で、ね、札幌一番って言ったら切りごまバーンぶっかけて、よいしょ、はい、できました。今日の簡単料理ね、ケマス式超簡単、鶏春菊塩ラーメンの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。そうです、この鶏塩ラーメンで、ね、春菊だよ。じゃあ早速これを食べる前にいつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい、もう毎日美味しい。へへへ、ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。プリンプリンにね、塩焼きして鶏とさ、さっと炒めたこの春菊の中から、札幌一番だよ。わー、美味しそう。札幌一番塩ラーメン、うん、うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごい美味しいね。いや、なあこれ。じゃあちょっと鶏肉ね、うん、シンプルにめちゃめちゃ美味しいんですけど、さーっとちょろっと火通したこの春菊、うん、いいね。これ鶏のコクに春菊の爽やかさが合ってる。でこの札幌一番塩ラーメンのスープ全然邪魔してないね。これは美味しいよ。うん、春菊と塩ラーメン最高に合う。うん、じゃあちょっと木村君、はい、よし、食べてみてください。はい、いただきます。いや、もううまいねこれ。あったまるわ。うまこれすごいっすね。うまいですね。こんな塩ラーメンの具材として合うなんて思わなかったです。でも、うん、全くさ、元のさ、札幌一番のスープの良さがさ、壊れてないよね。まあ、例えばこれもやり方2種類あって、こう鶏も最初からこう煮る感じにして、鶏の旨味をスープに出して深くするっていう方法もあるんだけど、今回のやり口は上に乗っけたじゃん。だけどその分、このちゃんと皮を香ばしく焼いてプリンプリンしたこのジューシーな鶏肉っていうその感じがダイレクトにこう伝わって、その札幌一番のスープは濁らないのね、良くも悪くもさ。じゃあシャープな札幌一番のスープの上に美味しいこの焼き鳥が乗っかってるみたいな、この状態本当にこれ美味しい。あー、またうまい。うまい。これは春菊って結構好き好きも分かれるのかもしれないけど、まあ春菊好きだったらこれね、ぜひ一回この塩ラーメンと合わせてみてください。本当マジでうまいっす。ってことで今日のこの簡単料理ね、はい、久々この札幌一番のアレンジ、ケマス式、鶏春菊塩ラーメン、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。